はい、ことだまん、久々ですね、久々に動画ですけどもやっていきたいと思います。私実はずっと地道にやっておりましたことだまん、はい、ついに仮面ライダーコラボ第2弾が開催しております。7月30日の木曜日からやっておりますね。で、降臨で、いろいろ新しいのが、前回のね第1弾のガシャもやってるんですけども、パンチホッパー&キックホッパーですよね、これがね来ております。で、アークゼロも来てるし、シャドームーンも、魔球だよね、これね、魔球で来てます。昔の、前の第1弾の方ですね、滅びと、あと戦闘員、ショッカー戦闘員ですね、こちらも、来ております。で、エターナルも来ている。エターナルは超級だよね。で、ダグバも前回に引き続き来ております。まあ前回の頃はまだ始めたばっかりだったので、魔球なんかとんでも、超級なんかとてもとてもという感じなんですけども、なんとかね超級の方は、まあマルチもね、参加させていただいて、マルチに参加するっていうのがね、最初の頃はもうドキドキだったんでできなかったんですけど、最近できるようになりまして、シャドウムーンが今30個ですね、服30個の、アークゼロが、48こうですね。まあ一応ゆっくりやればできそうですね。これは満腹まで持っていけそうです、99個までね。もちろんパンチホッパー、キックホッパーとかはね、これも満腹にしております。はい、そして、降臨もいろいろ来ております。仮面ライダーディエンド、これは強襲ですね、超級で勝てないんですよ俺まあちゃんと対策しっかり組んでいかないとダメだね。ちょっと考えてから行くようにします。時間がないんですけど、あ、残り14時間なんですけど、ちょっといける気がしないですね。はい、あとはまあ魔球でシャドウムーンですね。これは服獲得数僕30になってるんですけども、これはもうほとんどマルチにおんぶに抱っこで、取らせていただいているところですね。で、地獄兄弟、これは満腹、エターナルも満腹で、滅び&ジーン、前回の時はもう始めたばっかりだったんで全然何もできてなかったんですけど、今回、満腹にすることができました。ガラガランダー戦闘員も、90まで獲得しております。他にも降臨でね、アークゼロやシャドウムーン、ダグバも来るんですけれども、大町王も多分明日かな、今撮ってんのが、土曜日の8月1日なんで、明日ぐらいから多分大町王も、降臨が来るんだと思いますけれども、なかなか超級の難しいのとか魔球とかはねまだちょっと厳しいんですけれども、まあなんとか組んで、対策してやっていきたいなと思っております。でですね、今回の仮面ライダーコラボですね、前回は01来てたんです、シャイニングホッパーに進化する01だったんですけど、今回は、メタルクラスターホッパーということで、メタルクラスターホッパーから進化して02になるということですね。私シティウォーズでは02当たりませんでしたので、こちらでぜひ当てていきたいと思っております。そして、ジオー、グランドジオーですね。で、ウィザードはインフィニティスタイルに進化しますし、ディケイドがこれなんだ、コンプリートフォームじゃないんだね、普通のディケイド、劇状態？ちょっとわかんないですけどね、なります。で、属性これ、なんだっけ、冥府の冥って書くやつ、僕知らないんですけど、なんか新しく出たやつ、だいぶ前から出てるんですけど、僕一個も持ってないんでわかんないんですけど、これです。はい。で、カブトですね、カブトはハイパーカブト、そしてブラックは、ブラック RX に進化してしまうというですね、これで1、2、3、4、5、6体の新しい仮面ライダーが、ガシャに入ってきております。そして、星4から星5のやつではゲイツくんですね。ゲイツくんがシップへ進化。ビーストがハイパービーストに進化するということなので、まあ、この1、2、3、4、5、6体は、この6体はちょっと当てていきたいですけれども、今現在僕、9766個。ですから、はい、交換所で、こちら2000個溜まっておりますね。まあ、いろいろ交換していかない、ダグマも交換していかないといけないんですけども、先にこの第2弾10連仮面ライダー召喚のみ、これで10連分引けますので、ではですね、早速、こっちの方から、交換して、引いていきたいと思います。それでは行きます。1個交換します。はい、もらいました、召喚のみ。あ、何のアクションもないんだけど、はい、全然これいいじゃん。これビーストでしょ、これ。はい。うわぁ。皆まで言うな。懐かしいね、この。ライオン。はい。ありがとうございます。ビーストでした。はい。はい、ビーストですね。ビーストいっぱい来ますね。ビーストと、これは？これは？はい、ゲイツですね。行くぞ大町よ言ってますけど、ちょっと聞きましょうか。ライドタイム、仮面ライダーケイツ、あ、ここで終わりですね。仮面ライダーゲイツですね。
ありがとうございます。いやこれはねもういっぱい多分来ると思うんでいらないですよ。当たんないもんですね。いや最近本当にあの言霊もう僕もっと石溜まってるんですよ。2万5000ぐらいあったんですけど、ちょっとんとかいとか使いやすい欲しい属性の使いやすいキャラが来てたんでちょっと引いたんですよ。全然当たんなくて俺やべえと思って、ちょっと真剣にやりだしたら当たんなくなってきちゃったと思って、もう本当やばい、もう運が悪い。はい、で、今回ですねいろいろ引いていきたいんですけども、私もたもたしてるとですね、もたもたしてましたら、仮面ライダー召喚第2弾のね全部が入ってるやつが終わっちゃいまして、今現在8月1日土曜日の、5時になってるんですね。なのでピックアップ召喚になっております。なので、ピックアップ召喚の1で第2弾の1ですよね。難しいですねこれね。仮面ライダーディケイド、カブト、ブラック、ゲイズ、ビースト、これですね。で月曜日にまた、後半戦ですね、ピックアップの2の、01メタルクラスホッパー、ジオ、ウィザード、ゲイズ、ビースト、これが入ってるのが8月3日の月曜日の4時から来るんで、またその時に撮っていきたいと思いますので、今回は、ピックアップのこれですね、ディケイド弱体カードとビリビリカードのダブル対策持ち、さらに文字変換で立ち2と、他行が完全制覇ということで、こちら、そしてハイパーカブト、チェンジカードとビリビリカードのダブル対策持ち、使いやすいかとはの文字が入っております。そして RX 弱体カードとビリビリカードのダブル対策アロバの文字変換を持っておりますの、この3体ブラックとカブトとディケイドを、こちらの40連がさっき10連 なんとなく引いちゃったんで、40連引いていきたいと思います。また、後半戦ですね、8月3日月曜日以降でまた、ジオや、ゼロワンなどを狙って、引いていきたいと思いますので、早速いきましょうか。ディケイドとカブトとブラックが出てくれれば俺の勝ちだ。さあ行くぞ。いやでもほんと最近運が悪いんだよな、これ何にも反応してくんないよ、これはやばい。あでもやって何、や RX 違う、やって何、あ、持ってる俺この子、ヤンデレビアタン2個目です。はい、ありがとうございます。あんま使ってないですけど。はい、ゲイツくん来てましたね。でこれ10枚もらえるので150枚ぐらいいるんだっけ、厳しいよね。何にもない、何にもないの、ほらやばい、やばいよこれは、全然ダメじゃんね、えビーストが2枚来たのみっていう、あーうわーこれはダメですよ、これはお願いします。さあなんか来い、流れた、よし、では画面をタップ、来たんじゃない、来たんじゃない、あれなんだろう、あでも手がある、手がある、あーはいはい、この子ね、神尺ね持ってます、もうこれ 5体目です。そしてこれ来たでしょ、これ絶対、これディケイドだね。ありがとうございます、仮面ライダーディケイド、ディケイド、あーよかった、何にも来なかったらやばいと思って、通りすがりの仮面ライダーだ、覚えておけ、司くんが来てくれました、ありがたい、助かった。さああと10連だけとりあえず、ピックアップの位置を引いていきたいと思います。これでカブとか RX が来てほしい。さあ流れた、よし来いよ、手、いや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 、二つ目、いやいや10ポイントやけど、あとはまあ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 こんな感じですよね。ゲイツくんも来たと、うわー、ですね。まあそうだね、5766でしょ、で月曜日にまた第2弾来るから、あと1000引いてもたまるな、5000はね、たまるな、あと234個なんかもうすぐたまるから、知らないけど。それではもう10連だけ、引いていきたいと思います。 RX そしてカブト来てください、カカアだね、いきます、お願い、何かアクションをして、よし流れました、お願いします。ツツって何、つって何、あーつる人声持ってるよねこれね。持ってた、うわ
まあ、というわけで、カメラライダー DK 移動は来てくれましたので、ちょっと育成してね、今回は終わっていきたいと思います。今日か、どうしようかな。魔球とか、時間的にどうなんだろうな。ダグバとかが降臨する時間ってライブできんのかな。もしライブできるんだったら誰か助けてくれます？僕のめちゃくちゃ弱いチームを連れて、なんかキャリーしてくれます？満腹まで終われませんみたいなライブしたら誰か付き合ってくれるかな。はい、ガラガランダはもう全然大丈夫なんで使っていきたいと思います。なぜだろうな、俺は今その理由を探している。やった。これでもディケイドをあれじゃない、あのリーダーに置くといい感じなんじゃない、わかんないけど。できない全員のヒットポイントを光 20% アタックを闇 ×20% アップ、光闇メウ属性の混乱耐性、あ、混乱耐性 100% カット、いいじゃん。誰だっけ、誰か混乱させてくれ。ディエンド戦で持っていくといいのかな。司はディエンドって満腹状態だもんね、絶対リーダーが。満腹じゃなくても合ってる。うん、ディエンド戦に置きましょう。わかりました。はい、じゃあ最後強化して823だって、アタック強いね。1368の823だって。俺あんまりっていうか超過全然してないんだけど、どうなんですかねこれ。はい、ディメンションキックが4文字以上、敵単体に超絶強力な、冥属性攻撃。これの属性って光闇にもどっちにも強いんですっけのかな。はい、でタチツトが入りました。タチツテと手で、ビリビリガードがあるということですね。あー、でも混乱 100% カットは嬉しいですね。はい、ということで、まあ、んー、まあよかったよかった、ディケイドが当たってくれたんで、これで、頑張って他の降臨にもちょっと戦いに行ってみようかなと思っております。で、ちなみにですね、今僕がどんな感じで、この何ヶ月間かね、第1弾のコラボからどういう感じで、やってきたのかっていうのをちらっとね見ると、まあ今はあの満腹をリーダーに無理やりしてるんですけど、まあ、取りに行くときは満腹でこんな感じですよね。で、まあ、この満腹の子もちょっと弱いんですけども、この子入れてこれですね。はい、取りました。ルロケンで取りましたねこの子を満腹に置い、満腹でリーダーに置いてって感じですね。こんな感じで、光もこんな感じですね。闇もこんな感じだから、混合チームを作ったりとかそういうのが全然やったことないんでわかんないです、ね、難しいね。はい、とまあこんな感じでね、楽しく、言霊実は、やっておりました。はい、また後半戦のね、ピックアップガシャが来た時に、もう少しでもね石を食べて、ジオ01この辺を狙って引いていきたいと思います。はい、それでは、ご視聴ありがとうございました。久々の、仮面ライダーコラボなんでね、楽しく降臨の方もやっていきましょう。もし、全然俺余裕だし、魔球の降臨とか清水さん助けてあげるよみたいな人がいたら、ぜひコメントによろしくお願いします。助けてください。はい、僕なんだっけ、言霊りとかもちょっとわかんない、やったことないんでこれなんですか、フレンドみたいな感じなのかな、わかんないですけども、なんかこう教えてください。はい、何でもします。はい、何でもしません。はい、お願いします。はい、それではご視聴ありがとうございました。清水でした。またお会いしましょう。バイバイ。